らまあ。撮ってるね今。俺がフーが好きだってみんなに言ったら、俺もフーが好きだ、つねちゃんもフーが好きだ。でフーの前身バンドがハイナンバーズ、ハイスタンダード、ハイスタンダード、ハイスタンダードって言うんじゃない。あるインディーレーベルの誘いでうちから出そうよってことになって、全く出る気配がないよね。リリースされないことでだんだん集客が増えてる。すごいね。お前らサンフランシスコ来るか、レコーディング中に行くっつって、ね、英語の発音もままならない俺がまさかの海外に。There we go. Come on. Yeah. 自分たちを見たいっていう人たち全員に見せるにはどうすればいいの？野外で友達のバンドを集めて何バンドかでやる。イコールフェスではあるけどさ、当時はフェスだとは思ってなかった。フェスって言葉がなかったから。なんか俺たちどうすんの？何がどうすんだ？どうすんの？どうすんですね。どうすんの俺たち？ハイスタは、俺たちハイスタはどうすんの？ケダブでしょ。自分たちでやろうって言い始めたのは、まあ、自分自身もこれ自分たちでやろうよ。うまくいく気はしなかったよ最初は、うん、やるしかない、まあ、ど素人集団がまあピザブレス下北沢で一気に始め、なんかそれはそれは本当楽しかった。ツアーっていう本当にもう大変なあの長いツアー間に、あーなんかケム君の感じが変わってきてるっていう感覚があったんだよね。今までと違う感じがしてきてたのは、していたのは事実。楽しんでもらえたよ、ライブやに来てんだよ。だけど、なんちゅうの、なんか違わねえかな。夢を叶えながら来てた結果が、まさかのメンバーがダウンしてしまう。頭変になっちゃったかも。あ、止まるんだろうなっていうか、でもそれみんな、うん、2人とも思ってたじゃないかな。言葉にはしてないけど、俺はなんちゃんと常に話をして、俺ちゃんとレコード会社としてピザオブデスをやっていきたいからっていうんでやめてもらったので、まあ、ドラムギターいなくなっちゃったなみたいな、いい風に思ってなかったから、まあ、ほとんど関心はなかった。ピザオブデスのロゴを着てる子たちが街にいるじゃない。そのロゴを見るだけですごいちょっと怖くなっちゃう。これはもう一生ないなと思ったよ。ちょっと待って、これテレビつけようってものすごい状態で映像が映ってて、震災も受けて動き出すってなった時、本当に日本のためにこれをやるしかないなって。